黒部ダムってどこだっけ、何県だっけ黒部ダムって。よう暇人、岡山の路面電車の中でイヤホンはどこに行ってんの。東山、東山だっけ、終点東山まで行ってんの。富山県、黒部ダムって富山県か。そっちの方としてさ、西日本違う、に日本な、西日本側なん違うな、日本海側をさあんま攻めたことがなくて、行きたいですよね来年くらい。あ、オチリンは、オチリンはもう知らない。起きてないの。私はね8時半くらいに起きたよ。で8時半くらいに起きてずっとドル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 、いやだからオチリンお金返ってきたって。立山って何、立山オリンピック今日最終日なの。え、でも本当 になんか最近私のなんか人生の中で楽しみがもう旅行なんですよ。なんかもう旅行にお金を使い、旅行とかなんかライブとか、なんかもちろんさアフ出会とか CD 買うとかもあるんで、私はなんか体験にお金を使いたいお年頃でして。そうヒューストンはちょっと無理、貯金ない、貯金。え、レミちゃん帰ってきた、待って、それもしかしてマジで言ってくれた。え、帰ってきたわって思ったけど、あのお願いしたこと忘れてた、普通に帰ってきたと思ってた。掛川ユーカリン県、何の話。ちょっと待って、レミから帰ってきたわ。そして私はレミに帰ってきたと思って返してないわ。ねヒューストンのなんかめっちゃタイムライン流れてくる、甲子園。スリさんありがとう。え、ほんまに暇だから、この3連休一つも予定入れてないって言ってるやん。とりあえずみんなさ9月22に開けれる人は一旦開けといて、多分9月22で確定な気がする。撮ってなかったんかい。レミと話した、レミ最近ちょくちょくなんか会うよ、この間も会ったよ。うん、ニコノイジョイは9月28にありますよね。え、1ヶ月前わかんない、無理。とりあえず昼、多分早くて前回と同じ時間帯です。あ、レミで稲妻ロックも行きたいよね。ヤズマロックの意味やんね、生きてるよね。ヤズマロックも行ってみたい。とりあえず調べて、なんか多分お花見のページ行ったらあると思う。ねえ、ヤズマロック行ってみたい。滋賀でしょ。あ、29純な気象格考察、そうだよそうだよ、知ってる。ノイジョイ無料でしょ。私でも普通にあの何バンド大好きなので、バンド待って、稲妻ロックのあれを見よう、稲妻ロックのページ、稲妻ロック。私ちょっとラジオだってスピンだもん、しかもなんかメバチコできたし。29行くんでしょ、どこに。人混みに埋もれてくる。え、ミセス、ミセスいいよ、ミセス大好きだよ。こないだあれ、ミセスいいよね、ミセスいい。ミセスでも生で見たことないな。私がこの間トーキングロックフェスってやつに行ったのね。トーキングロックフェスで見たのはトーキングロックフェスで見たのは
ヤングスキニー、キューソネコカミ、あとなんかスペシャルアクトで、ジャニーズのストーンズ出てきた。あとフォーリミー、はるか未来、クリープ、スーパービーバーを見ました。ケセラセラ今日も唱える。なんかもう屋外がさ無理なんだよね。待って、それより稲妻ロックを調べたい。こんにちは、皆さんこんにちは。タイトル出てる、稲妻ロックって。カマフェス誰が来るねん。えね、屋外本当に無理だなって、去年ゴールデンウィークも夏も屋外の方行って死んだから、普通に死んだからもう諦めたのよ。待って、もう、待って、 22？タカネコちゃんとかも出んだ、すごいね。流星の北見、嘘、あの後から見覚えた。何時に出たの。サマステも行きたいけど、本当に人混みが本当に無理。待って、22の、じゃあライジンステージ見ればいいね。ニュース20、ノーベルブライト、ファンタスティックス、海野の守る、小室哲哉。おーおーおー、なんかすごいね。全然風気持ちよくない。もう本当に暑くて死にそう。ね、流星の絆マジでやばい。てか誰もこのさ、私の今日の、はい、何？画面について誰も触れてくれないんですけど。悲しい。うっちゃん結婚してありがとう。あ、そラプ、そっちじゃない、そっちじゃない。そんな ラプタの城とかじゃない。これも京都だけど、テーマというか題名は、かまち家のわんぱく末っ子ゆきなちゃんっていうタイトルです。ツッコミ待ちだったの。あ、そう、南禅寺の方、どこ、末っ子だよ。なんかお兄ちゃんがなんか頑張って映え探しのなんか写真を撮ってる時に、私がじゃウィーって邪魔をするっていう瞬間。ちは、久しぶり、元気、今どこをしてんの。どこをしてんの。水道橋、東京ドームがあるところ。いや、私って皆さんはね、なんか私のことをさ母とかって言ってきてたじゃない、19年組の母みたいな。私ガチで末っ子ですから、信じらんない。お母って呼ばれてたことが、周りの人からもしたらもう信じらんないよって言われてますからね。私って本当に末っ子、性格が末っ子すぎる、性格と行動と。でも MBTI が ISFJ だから、しっかりするときは、何、しっかりしなきゃって思うとすっごいしっかりする。でも、もう自分が甘えられるなって人がいたら、もう超妹、会社とかでも妹、年いってたって言うなって。でもなんかこの間、いや普通に会社とかでただ普通に喋ってるだけで、かまちさんって妹って言われて、はい妹ですけど、なんで分かりますか、なんでですかって言う。サマステで捻挫したの、はしゃぎすぎだしょ、だしょって言っちゃった。
けせらせら今日も唱える。ね、スミカ好きです。スミカも好き。でも魔界園が今一番好きです。あ、でもクリープも好きです。みんなバンドとか昨日の配信の後は一回お昼寝して2時間くらい寝て、同期だと甘えてた人いない。銀座何があるの。その後流星の絆をぶっ通しで見続けた。終わり。昨日代々木野外で作って、今日サマージャンボですか。サマージャンボを買いに行くとですか。え、マジで外一個も出てない。しかもご飯もめんどくさくて、千代びたとご飯、千代びたと、なんか北海道前行った旅行行った時の食べてないお土産があったから、それ食べた。めんどくさい。風邪ひいてないし全然元気。マジで友達いない。いや、なんか普通にね、お休みは暦通りなの。だから3連休なのね、私は。え、ウーバーイーツ高いから嫌です。私さ、マジで先週この1週間本当に忙しくて、なんかまず月曜日、火曜日、水曜日、夜、違う、月曜日、火曜日、夜10時半とかくらいまで会社にいて働いてて、で、水曜日は9時半くらいまで働いてて、で、木曜日が朝5時起きで6時ぐらいに家を出なきゃいけなくて、で、普通に、まあ、夕方いつも通り仕事して、で、金曜日は その水曜日で体力限界すぎて、もう私はダメですってなんか体調ちょっと気持ち悪くなってで、ちょっと家でちょっと最低限のやらなきゃいけないことだけやって、ちょっと休みますって思ったんですけど、で言ったんですけど、なんか結局なんかめっちゃ電話来るし、めっちゃ連絡来るから、結局家でリモートして働いて3連休。あ、この前劇場何しに来たの？内緒。そう、劇場ね、見つかった人いた。私、そうだからもう疲れてんですよ。しかもね、肩こりがやばいんです。だから誰かさいい、え、あのね、劇場でサイン書いて帰ろうと思ったんですよ。いや別にサインしに行ったわけじゃないん、あ、じゃあ劇場はちょっと用事があって行ったんですよ。そうで、サインを書いて帰ろうと思ったんですけど、あの、なんかそしたらその劇場、なんかお客さんがいる間はちょっとあれかもって、ちょっとざわざわなっちゃうかもしれないからって言われて、で、あの、でもその待ってるよりももう早く帰りたくて帰りました。ニアジョイがワンハーフ、何でニアジョイがワンハーフ、え、でも多分みんなにほぼバレてないと思って、私普通に、でもマスクしてないし、普通に堂々と立ってたんで、ですけどマジでバレてないと思ってる。なんかいや、チラチラ鎌地さんのこと見てる人いましたよって言われたけど、嘘です。
で上演前からいた。で上演後もいた。なんか会場何劇場のは見てないけど。サマステのニアじゃない？おー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 、え絶対みんな分からんよ。本当に普通におるけん。あまりにもなんかこうなんて言うんだろう、そのさ元メンバーが来た感を出さずに、あまりにもあまりにも普通におりすぎて多分バレない。抽選とかは参加してない。だからそういうなんか普通に見に行ったわけじゃないです。ちょっとよ用事があって。そう、気づかれに行ったわけで。そう、まあさ、とにかくさ、とにかくさ暇なんですよ。お腹空いたよ。朝ごはん、朝ごはんね、コーヒー牛乳のがいおコップ一杯分残ってたから、それ飲みました、朝ごはん。え別に気づかれてもいいし、別に気づかれなくてもいい。仕事はしたくない。え暇でしょ。じゃあ暇ならどうする。君が暇な、でも午後からまた今日もなんか見ようかなって。違う、私はもう現場主義でも、といって現場そんな行ってない。暑いの苦手、この人混み苦手。アイスくれた、ありがとう。固形物やね、そうめんあるの。そうめんってさ、おばあちゃんから送ってもらったんやけど、送ってくれたんやけど、そうめんってさ1分2分ぐらいあればさ茹で終わるやん。それもめんどくさい。スーパーに行くめんどくさい。え、ウーバーね。え、公園見てない。なんか多分、私はその食の優先順位が多分低いんですよ、多分。でもなんか、会社で言われた。なんかさ、その私ってまあ痩せてるんですよ、皆さん知ってるかどうか分かんないんですけど、私って痩せてて細いんですけど、あの会社の会社の中でなんかそのさ細い人とかって、えでも食べて私っていっぱい食べますよみたいなあるじゃんよく。そうでもこれに関して私痩せてないっていう方が私おかしいので、そう、でなんかそしたらなんか確かに私でも会社とかでずっとなんか食べてるし、ずっとお茶飲んでるし、ずっと何か口にしてるんですけど、でもそもそもその食べるものとか食べたがるものがなんかヘルシーみたいな。でも私大食いできない。ずっと食べとくじゃないとあれです。私髪切ってないです。噛み切ってないです。えなんだろう、なんかでも言われた、なんかやっぱ食に執着があんまないんだねって痩せてる人って、って言われた。えそういうことなんですかね。私さ昨日、ま、テレビで流星の絆見つつ、なんか携帯の容量をちょっと開けとこうと思っていっぱいお写真を見て、いらない写真、もう一生どこにも使うことがないだろうみたいな写真とかを削除してたんですけど、私マジ細い。びっくりしました。細そうってなりました。えでもマック食べたいんですよね今日。でも肌荒れちゃうからな。やかましいわ、ほんまにな。
でも今の方が、なんかプニプニしてる気がします。運動は2ヶ月に1回くらいしてます多分。下打ちに入らん。冷蔵庫にある食べ物を食べると怒られない。私は一人暮らしなので怒られません。で、冷蔵庫に今冷凍のブロッコリーはあるけど、それを解凍するのさえめんどくさい。そうなんです、めんどくさいんです。でもなんかさ、ブロッコリーとサラダチキン食べるとなんかいいって。私本当になんか会社とかではめんどくさがらないんですよ。でも家だと本当にめんどくさがり。あ、でも会社とかでもなんか夕方ぐらいに、かまちゃん今日お昼何食べたのって言われて、お昼、お昼食べるの忘れてましたとかあります。言われた瞬間にお腹が空いてきたみたいな。私ず基本的にかまちゃんです。会社で見え張ってないです。全く見え張ってない。ずっとずっといやーって言ってます。それは嘘です。映ってるの誰だか分からんや。そんなことないや。本当に28歳ですよ。私って本当に28歳。会社に仕事しに行ってるよ。やばいよ、アラサーになっちゃうよ。24歳です。I'm 24。 ケセラセラ今日も唱える。なんかいい写真ないかな。てんてんててんてんてててててんてんてんてててててん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 ちょっと縦にしちゃったけどさ。で、見て、めっちゃ細くないこの写真。ちょっと顔不細工だけど。それ縦にしてみて。これは2021年の茨城コンサートのやつ。これ細いよね。私足首めっちゃ細いんですよね。そうなんですよ。てん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 じゃん、ちゃか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 ちゃんちゃん、ちゃか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 ちゃんちゃん、ちゃか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 ちゃんちゃん、ちゃか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 ちゃん。ちょっと待って、私今画像を探してるからちょっと待って。ねえ、待って、え、これって絶対、だってだってときめきラピュー。
誰も突っ込んでくれん。悲しい、誰か突っ込んで。じゃあみんなが私を見てた時代のなんか写真ないかな。なんかないかしら。なんかないかしら。教えてよ、何が好きか。サンドイッチ。僕と同じじゃないか。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。考えてること、感じていること。そう、ほんと、似てるね。一人一人、寂しい日々に、もう、お別れしよう。こんにちは、どうもです。ちょっと待って、この写真から早く変えたいんだけどさ、早く変えたいんだけど、そのなんかいい写真が全くないですね。あ、これいいじゃん。ププリンでね、ププリンってわかる、あのさ、スマッシュブラザーズのさ、ププリン。岡山のスター誰？プリン。カマチ？カマチか。待って待って、いや、ユナサリになっとるやないかい。しかもちゃんと一応元ユナミナって書いとるやないかい。あ、ね、めっちゃ悲しそう。架橋ちゃんね、びっくりした。びっくりびっくり。エビ様さん、ありがとう。ププリン。え、めっちゃ悲しかったんですが。これ、岡山のプリン。ヘミングウェイなんて、チャララ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 ッタ、チャララララリ。チャララララララ。最近メンバーに会った、現メンバーですか。え、でもレニは1週間前くらいに会った。うるさい、ひどい。お盆実家帰らない。あと、あ、先週で言うとハルピョンさんと喋った、その劇場に行ったタイミングで。あと、あ、セリカさんも一瞬、あー久しぶりですって、なんかこの1週間前くらいに言った。ツッチーさん結婚して、いや、ありがとう。え、楽屋入ってない、全然そういうようで言ってないから。え、てか私チームメイト以外の先輩と本当に絡みがない。マッチさん、ありがとう。え、でも報告しないで、しないで、報告しとかないで、ダメ、そんな私の話なんてしないで。何この光るコメント、ほんまにそれな、何これ。またツッチー来た。ツッチー結婚して、いや、カマチーゲスト出てこない、絶対に出てこない、呼ばれてない。キッちゃん結婚して、いや、いや、あ、みんなその嫌って言われたい系。タカさん結婚して、いや。京香さん、でもなんか京香さんってさ、私たちの代っていうか福留じゃない？
ん、もちろん私たちが仲悪いとかないんですけど、福留ってイメージ、私たちじゃない、福留って感じ。アデノシン三輪さんありがとう。おだいりさんとゲスト、迷惑迷惑、歌下手だから迷惑、おだいりさんに迷惑かかる、本当にやめよう。先輩だよ、めっちゃ大先輩、私後輩だって、後輩いなかったよ。17期ちゃんも卒業してから入ってるし、あダンサー、あのコーラスぐらいならいけるかな。迷惑だって本当に。私はでも見たい、あの何見たいんです、このおだいりさんが輝いている姿を一生見続けていたいし、おだいりさんが幸せに生きていただければ本当にそれで満足なので、はもう本当に別に私は本当にいいんです、おだいりさん、はいもうはいって感じ。チャラララララ、そうだよ、絶対アイドルやめないで、ずっと輝いてる君を見たい、もうずっとずっとずっとステージにいて、ウォーウォーオオオオオ。オタクやんけ。だって私ずっとね、スマホの後ろおだいりさんが最近ずっと入ってて、この間、そうそう、この間誰ですかって言われたから、ああの推しメンの、あの推しメンの小田恵里奈さんっていう方ですって紹介した。だカラオケに行くってなったら外に出なきゃいけないじゃないですか、それがめんどくさいから、ここだと手っ取り早く歌えるじゃん、みんなと一緒に。ちゃ、悩みを打ち明けられてるわけじゃないよ。違う。あのね、違うんで、私がなんか、せなちゃんと一緒の時に、なんか、その前、なんか、私のこと推してた、なんか、ジョニーさんと、なんか、せなちゃんのこと推してる、なんか人、仲いいらしいね、みたいな。で、結構、いつもいるのみたいな。聞いたら、でもあの人、いろんなとこ行ってるよ、みたいな。言ってたぐらい。それが一番怖いからね。みんな、知ってる？誰だよ迎え来てくれる人、どこにいんだ。これが一番怖い、来てくれないんだよねとかじゃないからね、そんな可愛いもんじゃと思っちゃいけんですよ。あかんですよ、もっとシビアに考えてください。マチュさんありがちゅう。3時間後無理無理、用意ができない、絶対ベッドからベッソファーだけど起き上がれません。タン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 、ゆきたん、違った、福たんでした、ありがとう。やばい、私なんかさ、今日お酒入ってるかレベルで、今朝なのにまだ午前中なのにテンションが高いです。一切一滴も飲んでおりません、全くだ。いちずだよ、せん、言うわけないじゃん、そんなの。あれですよ、あのちゃんと態度で見せてください。これで飲んだらどうなるか、これで飲んだらもっと楽しくなります。朝は8時半ぐらいに起きた。でもあの流星の絆見終わったのは12時半くらいかな。で楽しくなるか、もうなんかやばいみたいな、やばいよ、やばい、私はこの自分が酔ってるっていうのが嫌なんですよ、酔ってるっていうのが嫌なので、酔ってる自分に対抗しようとしてることが多いですね。いつだってダンソール君のなんとかダンスホール、
だあれだらたんちゃんちゃらんちゃんちゃらちゃちゃんちゃんちゃん、めんどくさって言わないで。やばい、酔ってる酔ってる、ダメ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 ってなってるっていう。そう、なんかだから私はやばい、世界がぐるぐるしてきましたとか、そういう感じです。あ、そうそう、飲んだ勢いで配信しました、楽しかったです。だこういうところが多分妹なんだと思います。で、別に泣いたりしません。カラオケするだってカラオケ需要ないって。踏切の向こうの君に向かってずっと言いたかった。なんかさ、いつもさ、トーク力素晴らしいってさ褒めてくれる。マジでただただ喋ってるだけなのにさ、本当に隣の人叩く、どういうことで、みんなコメントしてくれんくなるけん嫌なん、カラオケは。私マジでトーク力素晴らしいと思ったことない。でもさ、なんかみんなにこのさ、みんなにさ、みんなにじゃない、会社の人とかに、なんかでもかまちゃんはほらアイドルやってたから喋るのとか得意でしょとかってさ言われるんさ。だけどそれは違うと、この営業とか商談の喋り方は得意じゃない。こうやってみんなとただただなんかもう適当に喋っとる分には好きですよ。得意かもしれん、得意なのかもしれない、みんなが褒めてくれるからね。じゃけど、あのなんか、はじめましてかまちと申します、今回ご紹介いたしますのはみたいなやつは無理です。わかりますか。おみちゃん再デビューおめでとう、ありがとう。え、人見知りめっちゃします。え、なんか最近さ、自分の癖で、あ、もしかして気づい、これ私の癖かもって思ったことがあって、なんかそれはなんか人見知りをしてる時というとか、まだ心を許してない時、腕を組んでいるとか、緊張してる時にとか、私腕組んで喋ってます。なんかこれ以上私に近づかないでみたいな。無意識に心がそうしてるのかなって思って、そう、そのなんかダイゴ、メンタリストダイゴの動画見てて、私もこう腕組んでるかもみたいな思って、なんか壁を引こうとしてる時腕組んでるかもしれないです。まあじゃなくても腕を組んでる時はあるんですけど、普通に考え事するときとかで。商談相手を子さんオタだと思えるわけがないじゃないですか。味方じゃないんですよ、商談相手は。でみんなに腕組んで喋るね。で本当に考え事してるときは腕組んでる。これ言ったからちょっとダメやな。チェキも腕組んで写真撮ろうな、みんな。でも私は結構なんか壁高いって、こうこんなにねフランクな人に見えて実は壁高いけど、壁越えた瞬間本当になんか親しくなっちゃうの、親しく感じて親しい態度を取ってしまうので、ちょっと良くないです。日本代表、君が弱はですよ、強ねえ、やっとこそ幕開けだ、ほら寄ってたかってお手を拝借、パパンスタートラインに立った今、そうぶそうとそうとぞ
登場。ここがなんとかなんとかかナイアガラ。歌うの大好きよ。歌は上手くないけど、スタート大好きです。私パッパッパ晴れた街にチャップチャップチャップ雨の心一人じゃないと否定できるように僕は探すんだナイアガラって言ったよ。だ何でもだから私何とかを使えば何でも歌えるけん。腕組むって嬉しい方なん？そうなん？何でも歌えるよ。みんな何でも言って、何でも口ずさんちゃうぞ。なんか面白いテレビないかな。あ、腕組むってそういうこと？相手方の腕を組むってことですか？え、未来モンスターやってるよ。パッ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 。YouTube。YouTube って知ってる ?YouTube。チャラチャラララ YouTube みたいなやつ。知ってますか？懐かしくない ?YouTube 全盛期。わかんない。未来モンスター。いたの？ジャスチューだからごめんねダーリン、タタダーリン。話したことありますよ。なんか音でかいんやけど、どうしたらいいこれ。メイキューハッピー Ooh, I just wanna make you happy あーもー笑ってほしい。ワク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 みたいなのなかったっけ。カタカタうるせえし、うるせえ来たから消えた想いにはにかむばかりのエモーション。メイキューハッピーだよなあ。ねえみんなさ、本当に暇な時って何してんの？ピッピー BGM です。フリーレ猫の耳本気の暇な人やん。え、じゃろ暇じゃろね。でもさ、アニメから1話見返すとかもさ、結構労力がいるわけですよ。それもめんどくさいわけですショールーム見てる。あなたさては暇ですね。え、ちょっと待って、ガチでお腹すいた。ほんまにどうしよう。岡山勝った？すご。私でも野球、高校野球本当にわからん。ね、聞いてや。私さ、一応ね、ショールームした後にさ、みんなに変なことさ拡散されてないかと思ってさ、自分の名前をね検索したらね、なんか変なとか言っちゃいけんよね、変なアカウントがあってさ、なんか私のなんか勝手になんかさ、私蒲地ゆきなは何だっけ、岡山理科大学なんとか学科卒業みたいな書いてあってさ、って全然違うってなったちょっと誰ですかみたいな。TikTok 時間ね、 TikTok でももう見飽きたって感じするえ、ちょ待ってみたいな何その学科初めて聞いたんですけどと思ってなんだっけ。え、見た？マジびっくりしたの。なんて書いてあったんだっけ。え、そうな
なんだっけな。しかもなんか暗記型って書いてある。何これ。その長浜ねる理系型、影山優香理系型、かまちゆきな暗記型、7番目の女、何 マテリアル創生系、何それ。ガチで何それ。だって30番女って何ですか本当に。待って、その前まで鎌地ゆきなは岡山理科大の科学科だそうです。 D ラン大学ですが一応理系だそうです。何これ、本当に。待って、その前にさ、鎌地ゆきなで文系ならそう早稲田慶応余裕だそうです。だって余裕、何それ。ちょ調べよ、岡山理科大の何岡山理科大マテリアル、そんなのあるの。ああるやん、マテリアル座って、マテリアル何、マテリアルなんちゃらって。え、マテリアルなんちゃらなくない？え、マテリアルなんちゃらどこ？マテリアルなんちゃらはどこにあんの？え、マテリアルなんちゃら出てこないんだけど、何？マテリアルなんちゃらって。え、ね、びっくりした。なこの人何だろうと思ってツイート見たらさ、なんか変な、ちょっと変な方でした。え、本当にこれ何なの。先進、え、東京理科大学、ねね、マテリアルなんとかって調べたらさ、東京理科大学なんですけど、どっちも違うし。東京理科大学じゃないし。絶対アイドル、東京理科大学ってどこ。え、東京理科大学地元ですか。東京理科大学偏差値って調べよう。君はちょ先進工学、あ、マテリアル偏差値高い、やばい。ねえ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 、東京理科大学偏差値高いんですけど、何。え、めっちゃ変、頭移動しよう、そんなん無理。そんな優秀じゃない多分。え、私無理、こんなん入れるわけないじゃん。え、わかんない、偏差値。私頭悪いですよ、そんな頭良くないです。でも教えてあげる、その東京理科大学と岡山理科大学は違います。MID で何、マサチューセッツ、それどこでしょうね。大学には行ってます。ハーバードです、そうです、ハーバードです。ちなみにさ、ちなみにさ、私がさ、私が女子校って話したことあるじゃん。したことあるでしょ。そうでね、岡山ってね、女子校2つしかないの。でね、
だからね、もう絶対に分かるの。そう、一回も2つしかないの、たったの。一瞬でバレるやないかい。そんなこと言ったら、まあ、バレていいんですけどそう、二択なんです。そうなので教えてあげましょう。私は山陽女子です。いえ、まあ今驚愕になっちゃったんですけど、その片方、そうそうそう、そう、驚愕になっちゃったの。私たちが卒業してから先生25年、この中の一番頭いいコースにいたの。あのね、ちょっと名前多分ね変わっちゃったんだけど、この特別進学コースってとこにいたんだけど、私がいた時の名前はね、めっちゃびっくり、みんなね笑う準備だけして、スーパー特別進学コースだったんだよ。すごくない名前えげつないよね。スーパー特別進学コース、略して特進。ちなみにクラスの名前は S 組でした。スーパーの S 本当だよ、ガチです。ウルトラはつかんかったわ、さすがに。みんなこのホームページ見てます？もしかして。もしかしてホームページ見てる人いる？自転車のマナーがなってない。どこに？三女の？ガチ？恥ずかしくなかった？恥ずかしいよ、ちょっと。モデルの子誰だろう。私実はパンフレット載ったことあるけど、めっちゃ一箇所でもね、その年なぜかね、なぜかその年のやつデジタルパンフレットにないんです。だから皆さんは探せません。みんなこれホームページ見てます？権利関係じゃない、普通にアイドルとかやる前です。制服微妙、嘘つけ。制服めっちゃいっちゃんかわいい、かいっちゃんかわいいよマジで。制服が大人気なんだよ、このセーラーが。いや、あの有名な卒業生宝塚とかばっかりやけん。うん、制服で選んでないよ。男の子が嫌いだから女子校に行っただけだよ。制服めっちゃかわいいけん。そう、夏服乃木坂見て、うそ。制服紹介、帰省してないです。校舎綺麗でしょ。このね、スーパー特別進学、私がいたコースってね、定員が15人なんです。そう、ミュージックコースのある学校15人だったんです。だから、で私の学年は15人い、あのね、広島のねにね、山陽女学園ってのがあって、名前似てるやつがあんの。だからそっちが引っかかってるかも。それはね、広島の学校だから違うよ。中高一貫だけど、私は高校から入った組で、15人いて、で10人が内部進学で5人が外部進学だったのね。で1個下とかは5人しかいなかった、クラスが。もう行こうもう行こうじゃない。そう、ここにいました、私は。さよなら。なんか男子いるの不思議だわ。まあ自称進学校っすね、皆さん。
勉強合宿やったよ何回も。この梶呂義先生のね教えでね、日めくりカレンダーもありますし、ラストダンス会も好きだ、今日で最後だから、そうなの。そうでね、毎日日めくりカレンダーを読むのね。でなんかなんだっけね、あのね一個面白いやつがあった、梶呂義先生のアイロンスイッチ、アイロンスイッチみたいな、なんだっけ、梶呂義アイロンスイッチってやつ好き。美しい日は美しい月を、美しい、違う、なんだっけ、日めくりの1日の必ずあるの、美しい日は美しい月を、美しい月は美しい年を、美しい年は美しい生涯よってみんなで言うのよ。あ、ねえねえねえ、 X にさ日々の教えっていうアカウントあるんだけど、この山陽女子のさこの日めくりをさ投稿してるアカウントある。またあった、アイロンスイッチ、アイロンスイッチ、これ忘れたら大火事だ、だってこれをね毎日言うんです。宝塚結構輩出してます。じゃあね、もう私の高校がバレたという、皆さんにバレてしまったということで、私が、あ、そうだよ、まゆゆがのポスター貼ってあった、ねえ、あのバレてしまったということでですね、これから校歌を歌いたいと思います。じゃあまずはねソプラノから歌いたいと思います。いきます。届けき春の花の明日も、静けき秋の月の夕べも、三竿の山の常磐の松も、こそは哀れあらわまし、心こそは哀れあらわまし、はい、これがねソプラノです。でアルトはいきますね、のどんののどけき春の花の明日も、静けき秋の月の夕べも、三竿の山の時はの松も、心こそは我あらわまし、の心こそは我あらわましですね。なんこれをね、あのもう本当にその宝塚とか行く音楽が得意な学校だから、めっちゃ音楽すごくて、なんかもう二部合唱なの、二部構成で、でまず、ま、その朝礼の時に、じゃあ今日は1年生と3年生は、ソプラノでみたいな、で、2年生と何々組は、アルトでとかって言われるんよ。だからその今日言われたやつを今日歌うわけで、そのテストもあるし、で曲しかもね、普通みんな学園歌だけじゃん、学園歌だけじゃなくてね、なんかね「良き友に」とか、なんか
なんかいろんな、なんか郵送別の歌とか、なんか卒業生を送る時の歌とか、なんか入学式だけの歌とか、なんか卒業式だけの歌みたいな。なんか特別進学コースはなんか人数少ないから分けられるのさ。そう、テストめっちゃ歌う曲があんの。ウェブサイト見つけた？流送別？効果聞ける？嘘、マジ？山陽女子効果どこで聞けんの？あ、これこれこれ。ほら、花の明日も静けき秋の月の夕べも三竿の山も時はの本当にまーし、あ、まーしだ。ようこそは、あらばまーし。出る日も暑きだよ。え、もう全員歌える。全員歌えなきゃいけない。良き友にとかない？朝緑良き友にじゃん。やばい、朝緑やばい、朝緑熱い。朝緑です。朝緑良き友にって曲がありましたわ。朝緑ってどんな曲だったんだろう。ひたにして。そう、吹奏楽部ね、少人数だけどめっちゃ強いの。でね、これ、そう、私吹奏楽部入りたかったんだけど、そのスーパー特別進学コースにいたところで、ミュージック吹奏楽部本気だからさ、無理だよって、このコースにいたら吹奏楽部は入れないよって言われて、そう、断念した。生徒募集頼まれてないです。シンドアップ、まあ、ただその暇だったんで。そうそう、スーパー特別真空コースですから私。皮膚の会してないです。ちなみにでもさ、私立だから先生今でも多分いる、私の担任の先生だから。みんな会いに行ってみて、ユッキーナがお世話になりましたって。アイドル、え、くれると思う。学教育の特色、高等学校特別進特進コース。え、ね、ホームページに私の担任載ってるよ。絶対有名じゃない、誰も知らん。担任載ってる、うまき載ってる。みんなよろしく言っといて。君がバレてる、君が好き。そう、うまき。うまき。元気かな、うまき、生きてるかな。
ちょっと逮捕とかちょっとねみんなちょっと違う、じゃあ違う話題にしよう。次何に喋る。そうでも別に高校バレても別に高校に住んでたわけじゃないんで、家がバレなきゃ大丈夫です。家探さないでください。でも私ね、あのね、もう一個の女子校もね、ちょっと聞いて、もう一個の女子校もね、オープンスクールに行ったんですよ。高校の時に。本当にもう、男子が嫌いすぎて、もう絶対に女子校に行くと思って、でも女子校二つしかないから、うん、どっちも行ったんです、オープンスクールに。でも実は最初、そのもう一つの精神女子高校っていう方が結構気になってたんですけど、オープンスクール行ったらなんか女子お昼休みになった瞬間、なんかその生徒さんがなんかちょっとあまりにもなんかちょっとまなんかあのガニ股すぎてなんかちょっと凶暴に見えて怖いってなって、あの山陽女子にしたんですけど、山陽女子もなんか結構ガニ股なちょっとなんか人が多かったんですなんかゴリラみたいな、どクラスもね結構ゴリラみたいな感じの子が多かったです。ガサツなみんなでね、もう自分本人も自分でね、なんか私はゴリラだからとかって言ってたから、全然の言ってもいじめじゃないですよ本当に男子嫌いだった、本当に世界一男子嫌いだったでけん、その何、中学校から女子校にいるから、なんか人男子の目を気にしない行動というか多くて、そうちゃんと綺麗な子もいるよ、綺麗な子もいるけど、なんかガサツみたいな。そうそういうことがあったっていうね。本当に男子が嫌いでした、とりあえず。ぜひ見てみてください。ぜひ行ってみてください。今は男子嫌いじゃないよ。今はみんなのことが大好きわって感じです。さあちゃん、りーさちゃん、さあなつ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 ん、きーあら、きーあら疲れた、ふふ1時間経ってる、終わらないでこのまま。こんにちは。うるせえって言うな、うるせえ本当にシラフなのが怖い。プリンセスだけでいようよ、だってこの夏だけが信じ。やっぱみんなとりあえずさ、一旦好きなこと話す、好きなことコメントして、何でもいいから。お昼ご飯食べるのめんどくさい、マック。だけどイヤホンしてさ、あーって。あー。わー。どう、うるさい？うるさい？マック食べるのいいな。ごめんなさい。謝ります。許してください。
ちょっとさ、そろそろだってさ、私も何落ち着きたい、大人になりたいんですよ。なんかちょっとやめるね、大人の女性になるわ。駆け出したら、へい、そのうちじゃなくて今すぐがいいの的だね。でも私落ち着きはできますから。うののストレスでイコラブレッツゴー。立派な大人だってもう24よ私。大人の女性でもほらさ、飲み屋とかでさ、わーとかって暴れてるさ、大人の女性いっぱいいるじゃん。だからよくない？マシじゃない？ダメなの？こちらハッピーターン検体です。自分しかもつかめないものがある。はぁ棚からボタ持ちを。ハッピー探検隊歌おうや。ちょ、ハッピー探検隊歌うって。冷たいちゃん、あれあれ、え、ビジネスパーソン、めちゃめちゃガチなビジネスパーソンだよ。私肩3回あ、肩5回叩かれたらあるある探検隊始められるよ。わー、グッチー、夏冷たいちゃん、あれあれ、ハッピーはありませんでしたか。早寝で早起き、2元気に挨拶、3お茶っ葉が立てなくてもお茶おいしい、4ポジティブで元気、5諦めない人、6転んでも前へ行くと立てられる人になろう、きっとできるはずだよ。幸せなんてさ、気づけないこっちから探しに行こう。こちらハッピーターン、誰が不自分にしか掴めないものがある。ダメだったらご飯に落ちてこないし、こちらハッピーターン、イエーイ、わー、ごめんなさい、よろしく、ちとで夏休み。皆さん信じられますか、朝からコーヒー牛乳しか飲んでない女ですよ。信じられませんよね。パッパッ。はい、カラオケ終了。そろそろさ、みんなお昼ご飯食べようぜ。カルーアミルクじゃない、牛乳ない、カルーアもない。コーヒー牛乳もうないよ、お腹空いたよって感じです。
ねえ本当に、なんかすることないかな。あずちゃんと喋れるのいいな。早め歩き。家にある食材は、じゃあ家にある食材を探しに行きましょう。家にある食材は卵が3つ、あと白だしでしょ、ごまとだれドレッシング、玉ねぎドレッシング、鮭フレーク、みちょ、味ぽん、あと梅酒あとはめんつゆ、マヨネーズ、ケチャップ、バター、うん、生姜とか調味料でしょ。あで冷凍庫は枝豆と冷凍した鮭とブロッコリーと冷凍してるお米と、いや、あとマンドゥ、冷凍、あのビビゴの冷凍餃子があります。あでもあとパスタの麺もいっぱいあるよ。あと赤いきつねうどんもある。あとはグミサプリ、あとカレーのルーとか、そういう系はいっぱいあります。だ料理するのめん、料理するのがめんどくさいというか、洗い物がめんどくさいんですよ。洗い物が世界で一番嫌いな作業なので、洗い物したくない。わかります？食材ないよ。だってさ、毎日さ10時とか11時とか、なんか日によってはね、なんか帰ってき9時半とかさ、家帰ってきてさ、ご飯作ると思います？男子と洗い物どっち？今は洗い物の方が嫌いです。だって早く寝たいじゃん。もう私だって帰ったら荷物置いてお風呂に直行して、もう寝るって感じですよ。ご飯は最近はよくやるのは、なんかセブンイレブンが割と近くにあるんですけど、まあローソンとかもあるんですけど、セブンイレブンが一番近い帰り道にあるので、だったらセブンイレブンでなんかホットスナックでささみ揚げ梅しそか、なんか七チキか買って、あとシュークリーム買って、でなんかちょっとでもそれ不健康だなと思って、あのシーセン買っての3点セットですね。はい、っていう不節制な生活をしてます。インスタントあんま食べないから、赤いキツネだっけ、なんか赤いキツネもらったんよ。そう、めんどくさいの。他の組み合わせ、ごつもり食べてない、全く。そう、シーセン食べとけばチャラみたいな。たまにだから野菜ジュースもたまに飲みます。会社でもずくとか食べてます。出かけるのがめんどくさい。サムネはプリンだよ。太っ、年取ったらおばさんに、いや、太らんくても年取ったらおばさんになんねん。ちゃんとしてるよ。親戚の子と遊びたいな。馬車に
この間さ、親戚の子と遊んだらさ、終わった後にね、ビデオ動画が届いてね、ゆきなちゃんまた遊んでねバイバイっていう動画が来たの。でも私のこと好きすぎて恥ずかしくて、会うと一言もゆきなちゃんって言ってくれないのに、いないところで言ってくるって。よくそう、口は動くの大好きなんだけどね、めっちゃ可愛い。やばい、電波が悪いぞ。主婦になる予定ないね、当分ないね。あと1ヶ月はないね1ヶ月しかないんかーいって。そんなことないです、赤ちゃん3歳とか。ゆきなちゃんまたお小遣いちょうだいねバイバイ。え、小田原だって。お出かけしたい、誰か連れてって。今ショールームを見てる皆さん、お腹すいた、食物ちょうだいバイバイウソです。自炊するってやっぱそうめん食べようかな。そうめん食べるか、パスタもあるんだよな。ドライブ、ドライブはどこに行きたいかっていうと、日光。日光と長野と山梨行きたい。好きな料理配信したことない。なんか岐阜も行きたい、なんかの田舎の方に行きたい。田舎、長野、田舎、長野、田舎、長野、田舎。山梨お友達のうちあるから行ける。岡山もう行き尽くしたし、岡山都会やし。ね、私はね、都会の都会の空気があれなんです。あ、千葉の先っぽの方は行った。群馬帝国はよく行くから大丈夫。もう群馬帝国も結構行き尽くしてます。よし、横になってしまいました。ああ。埼玉？埼玉住んでたことあるよ住んでたことあるよ。今も住んでるかもしれないよ、わかんないけど。立ち上がってはない。西川口住んでないです。まあ東京で働いてますからね。
そうでも、あのね、一回引っ越ししてて、まあその今の場所はもちろん言いませんけど、前は埼玉県のどっかに住んでました。今日で最後だから、明日の君は好きじゃないよ、好きじゃないよ、バイバイ。冷蔵庫も普通に歩いたよ。言わない、場所言わない。こんにちは、こんにちは。何食べるか決まってない、どうしたらいい、何食べたらいいですか。切れ気味。何食べたらいいですか。まあでもさ、東京で働く人の埼玉に住む場所ってさ、知れてるよね、ある程度は。やべえ、お腹空いてきた。あー、お腹空いてきた。あー、お腹空いてきた。ご飯？うん、まだ外に出たくないから、うん、パスタでも食べようかな。岡山の牡蠣食べに行きたい。ウーバー使わない。ウーバーね、私が使ったことない。なんかさ、自分主導で使ったことがないんですよ。パスタソースある。スーパーに行くのめんどくさいって。めんどくさいもん。もう暑いよ。何バスタ。これは誰と食べたかっていうと、なんと、なんとなんと岡山の女の子のお友達。これ岡山の、なんか岡山駅近くのお店です。なんかめっちゃ煙やばかったけど美味しかったです。岡山何ちゃん、何ちゃん、カルビじゃないです、違います、岡山のお店です。寄席じゃない。え、なんか、うん、なんかお仕事で出会った岡山の子で、あ、前言ったやん、私がチームメイトにいたこと知ってたって人、そうとご飯行ったみたいな。そう、そう、年下の子、そうと行ったところ。めっちゃ美味しかったわ。うん、なんかね、めっちゃどこも埋まっとって、とりあえず空いてそうなところに入っただけなんじゃけど。年下の男の子、生意気で憎らしいけど好きなの。 LOV 嘆きキスちゃんちゃん、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて、真赤なリンゴを頬張る、ネイビーブルーの T シャツ、あいつは可愛い、
年下の男の子、生意気で生意気で憎らしいけど好きなの、 LOV 嘆きイスちゃんちゃん、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて、マークのリンゴを頬張る、ネイビーブルーの T シャツ、あいつはあいつは可愛い、年下の男の子、生意気で疲れた古い曲も知っとるよ。口づけを交わした日は、ママの顔さえもなんだっけ、たくなら、だチャラチャチャラ、ずっと戻れないアフレーズ、知ってるよ、これも知ってる、めっちゃ歌詞指示されるいつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、六本木心中ってやつですかね。六本木心中はのサビは何ですか。季節はまた変わるのに、隣でなんちゃらな、まあまあ私のなんちゃらラララ回る回るよ、時代は回る、この世のすべてが吹き飛ぶくらいに回る回るよ、時代は回る、ちょっとわからんっすね。サングラス外したら吹き出しちゃう、何ですかそれ、いやほんまに何それ、六本木心中ですかそれ、もしかして。昔の曲とかさ、昔のドラマっていいよね。音程は気にしてません。六本木わかる。桜吹雪にハラハラすがり、あなたなしでは生きてゆけぬ。ほら知ってる。ほら知ってた。ゆきなちゃんほんまに暇なんやな。ほんまに暇なんやで。私言ってるやん。暇な時に配信するねって。私ね、めっちゃ好きな曲があるの。あのね、これ好き。これ聞いたら終わる。欲しい。あるよ、いつか言葉があるよ。
そう、これ聞いたら終わる。ないんだ。これ新しくないよ、古いよ。イエーイ。ただ地図を広げて、ただ風を待ってたんだ、答えもなく。今僕は行くのさ、イメージの向こう側へ、の向こうへと。さあ飛び立とう。古いよ、これも。昔の。私ウォーターボーイズ大好きでね、ウォーターボーイズもなんか大学時代になんか 2,3 ループするぐらい大好き。ちっちゃい時見てて、この間これをかまちけの、かまちけが岡山から京都に行く移動中の中でずっとイントロドンしてた。イントロドン、この曲何の曲でしょう、クイズしてた。はい、半になったからやめます。ウォーターボーイズは、え、でもあの私ね、記憶があるのは市原隼人と石原さとみの時代なんだけど、あの山田孝之と田中圭の時代も大好きです。後から見たけど。ご飯、お腹、さすがにお腹空いたけんご飯食べる。アンコールなし。愛とは自業自得さ。はい、じゃあランキング読みます。13位シュウさん、12位キャスターさん、11位ハレンジさん、10位東さん、9位マチューさん、8位クサビフグさん、7位ツッチーさん、ずっとサビフグだと思ったわさっき、6位タカさん、5位ケンさん、4位ブリントさん、3位キッちゃん、2位かけたポップさん、1位ブッちゃん。ありがとうございました。聞こえた今なんて言ったか。あつ森風ボイス。それではまたねー、バイバーイ。